今日午後2時半ごろ、能美市青町の手取川で通りかかった男性から中州に人が取り残されていると110番通報がありました。取り残されたのは金沢市と川北町の男性2人で、アユ釣りをしていたということです。2人は通報からおよそ50分後に救助され、怪我はありませんでした。救出された2人が上流にも取り残された人がいる可能性があるということから、消防がドローンなどで捜索したところ、別の男性が流されているのを発見したということです。警察によると、男性はすでに死亡していて、死後かなり経過しているとみられるということです。警察が身元の確認を進めています。